バラの騎士、バラの騎士、バラの騎士、作品59は、リヒャルト・シュトラウスの作曲したオペラ。この作品は、ワーグナーの後期のオペラに被見する、長大な、作品規模と、大掛かりな還元額ゆえにしばしば楽と呼ばれるが、これは、シュトラウス自身の命名ではない。出版時のタイトルは、カムーディア FR、ュージック・インドライウ・デア・ロゼン・カリア、三幕の音楽のための劇、 バラの騎士とあるに過ぎない。台本は、フーゴフォン・ホーフマン・スタールによる、日本語訳は下記を参照。シュトラウスは、ホーフマン・スタールとすでに、エレクトラで共作していたが、それはすでに上演された、舞台儀曲に、シュトラウスが曲をつけただけであった。それゆえこの、バラの騎士こそが、シュトラウスとホーフマン・スタールの二人の、 大谷による長年の実り豊かな作品の実質的に最初の共同作業となった。作曲は1909年初めから1910年にかけて行われた。当初、ホーフマンスタールの発案で、男装の女性歌手を起用した軽い、喜劇的な作品として計画されたが、二人のおびただしい数の往復書簡、下記の日本語訳文献に詳しいを中心とした議論の末、 最終的に現在の形としてまとめられた。タイトルのバラの騎士とは、ウィーンの貴族が婚約の申し込みの儀式に際して建てる、死者のことで、婚約の印として、銀のバラの花を届けることから、このように呼ばれる。物語当時の貴族の間で行われている、慣習という設定であるが、実際には、ホーフマンスタールの創作である、このオペラでは、一見本物に見えるものが、 実は虚構なのですと、ホーフマンスタールはことている。音楽内容的には、モーツァルトオペラを目指したものである。物語の舞台は、マリア・テレジア地聖火のウィーンに置かれ、ロココの香りを漂わせつつ、遊戯と真実を対比させた作品として仕上げられた。プロットが、フィガロの結婚と似ているのはこのためである。物語に即して、サロメやエレクトラ、部分的には、 無調ですらあったの、シーオーケストレーションや、前衛的な火星はすっかり影を潜め、外して親しみやすい平面な作風で描かれている。声楽パートも、吠える2匹の獣のような、とホーフマンスタイルが危うしワーグナーのドラマティックな、ものから、モーツァルト的な、リリックな歌唱スタイルになっている。カットなしの演奏時間は、約3時間20分、第1幕75分。 第二幕60分、第三幕65分。このオペラは、筋立ては貴族たちの恋愛がテーマのコメディ作品でありながら、全三幕からなる非常に大規模で演奏困難なオペラである。第一幕、第二幕は、ウィーンの貴族の屋敷内に、第三幕は居酒屋、宿屋に設定されている。作品の主要な人物4名のうち3名が、第一幕で登場し、 残る一名が、第二幕で登場。第三幕では最後に全員が揃い、物語の完結を迎える。バレエは当初挿入される予定であったが外され、合唱も大きな役割は持たない。主要な四人に次ぐ役が三、四人おり、ソロまたは重唱で歌う役は、名のない役も含め二十八人を数える。その他に、木役のオックス男爵の書士等も必要である。 一幕に登場するテノール歌手はイタリアオペラのパロディを狙った俳役ではあるが曲自体はかなり美しいこともあって特別にスター歌手を美舞台に花を添えることもあるこのオペラは長大で難しいため上演のみならず録音でもしばしば監修的にカットが行われているこれはシュトラウス自身が認めていたものであるなおほとんどが重賞曲でありやは 一切なく、テノールは、大一幕でかなり野犬的な扱いで登場するのみで、あるなど、シュトラウスのイタリアオペラ嫌いがかなり反映されている。また、二人の小悪党がイタリア人として設定され、オクタビアンも、ロフラーノという姓から、イタリア系貴族であることが暗示されており、オックスが怒りのあまり、イタリア人差別的な言葉をわめ散らした後、二人が、 オクタビアンガーに寝返る伏線となっている。基本的には、金で転んだのだが、これらは、ハプスブルク帝国が、中東王や、北、イタリアへ支配を広げた結果、イタリアを含む、非ドイツ系貴族の一部が、ドイツ風の名乗りで、オーストリア宮廷に仕えていた、当時の状況を反映している。なお、シュトラウスのイタリアオペラ批判は、後年、自ら台本にも加わった最後のオペラ、 カプリッチョで、より徹底的な形で、用語的な立場も取り入れる一方、やゆの描写としてははるかに通列に繰り返されることになる。初演は入念なリハーサルの後1911年1月26日、ドレスデン宮廷歌劇場で、エルンストフォン修フの指揮、ゲオルクトラーとマックスラインハルトの演出により、上演され、未う有とも言える、大成功を収めた。 すでに作曲家としての地位を確立していた、シュトラウスの新作に対する世間の期待は高く、ウィーンからドレスデンまでの観劇客用特別列車が運行されたほど出る。引き続き50回に及ぶ再演が続けられたほか、ベルリン宮廷歌劇場、プラハ歌劇場、バイエルン宮廷歌劇場、ミラノのスカラザなど主要な歌劇場でも立て続けに上演され、いずれも好評を持って迎えられた。 それまでのシュトラウスの前衛的な作風に好意を示していた批評家や作曲家たちからは本作は時代遅れで大衆芸合的だと批判されたが聴衆の支持は絶大で今日ではシュトラウスの代表作とみなされているばかりかドイツ圏の主要歌劇場や音楽祭において最も重要なレパートリーの一つに数えられる大作であり歌手への要求項目も多いため 水準の高い上演は容易ではないが、各歌劇場がこぞって意欲的に取り組むこともあり、録音や録画でもロングセラーに耐えるような演奏が数多く残されいる。ドイツ圏の外でも人気は高く、比較的小規模上演の可能なモーツァルト作品やコウモリなどにごして最もよく上演されるドイツオペラの一つである。有名な上演としては、第二次世界大戦中の爆撃で破壊されたため、 再建されたウィーン国立歌劇場の再開記念公演、1955年、ハンスクナッパーツブッシュ式や、ウィーン国立歌劇場の来日公演、1994年、カルロスクライバー式などが挙げられる。日本初演は、第二次世界大戦後の1956年10月30日の日比谷公会堂にて、マンフレート・グルリット式。 東京フィルハーモニー公共楽団他によって行われた。近年では宝塚歌劇により2001年元旦に真相をオープンした東京宝塚劇場の会場を記念して月組により大幅にアレンジされ上演されている。このように日本への浸透は比較的遅かった作品だが現在では人気は高い。三巻編成注意書きとして 弦編成は指揮者の判断により、セリフの明瞭性に配慮し演奏する、フルト数を制限させること、とある。第3幕では、舞台裏でワルツなどを奏するバンダとして、フルートに、オーボエ、クラリネットさん、ファゴットに、ホルンに、トランペット、小太鼓、ハルモニウム、ピアノ、バイオリンに、ビオラ、チェロ、コントラバスを配置する。弦編成についての注意書きによると、 非常に良いソロ奏者5名のよく響く楽器による演奏、または各パート複数奏者で演奏させ、その場合に、各2名を避けること、とある。ウィンにあるベルデンベルク公爵夫人の寝室、元水夫人とオクタビアンが、ベッドで昨夜からの愛の余韻に浸っている。若いオクタビアンは、情熱的に愛を語るが、夫人はふと物思いにとらわれている。 黒人少年の召使いが朝食を持ってくるので二人で食べ始める。部屋の外が騒がしくなるので、二人は元帥が突然帰ってきたのかと狼狽し、オクタビアンは物陰に隠れる。しかし、夫人は続きの間から漏れ聞こえる声で、それが公爵ではなくいとこのオックス団爵であることを知る。オクタビアンは駒使いの服を着て現れ、来客の土作さ,さに紛れて、 引き上げようとするが、ドアのところでオックスと鉢合わせする。高職なオックスは、彼女が男性だとは気づかずに興味を示し、来客の要件もそこそこにくどき始める。オクタビアンが逃れようとしてもできないため、諦めた元帥夫人が、彼女をマリアンデルという娘だとオックスに紹介し、同席するよう命ずると、オックスはやっと要件を切り出す。彼は、最近貴族に出せられた。 富裕な商人ファニナルの一人娘と婚約したので、婚約申し込みの使者として、バラの騎士を務めてくれる貴族を紹介してほしいという。元水夫人はいたずら心を起こし、オクタビアンの絵姿を見せて、重廷のロフラーの伯爵ではどうかと尋ねる。オックスは同意するが、オクタビアンと目の前のマリアンデルが瓜り二つであるのに、驚き、曖昧にごまかす夫人の言葉から、ロフラーの家の諸子だと思い込む。 そこへ、公爵家の出事や、面会客が続々入ってくるので、オクタビアンはようやく抜け出すことに成功する。夫人の長髪師が彼女の髪を整える間、孤児の母親や帽子売りなど、来客が次々に要件を述べる。情報屋のバルザッキとアンニーナがゴシップを売り込みに、来るが夫人は取り合わない。仕方なく彼らはオックスに取り入り、男尺は後で宿屋に来る余裕。 テノール歌手が、夫人の前で、オペラセリア風の空虚のアリアを歌っている間、オックスは、公爵家の交渉人と共に結婚契約書を作り始めるが、欲深い彼は膨大な持参金を受け取る条項を、無理やりに入れようとして弁護士を怒鳴りつける。ちょうどその時、夫人が、髪型がおばあさんのようだというので、長髪師が慌てて、手直しをしている。 心が沈んだ夫人は教会に行く時間だからと皆を、下がらせる。オックスはどうにか、結婚契約書を作り上げ、原水夫人に礼を述べると立ち去る。原水夫人は物思いにふけり、自分がいずれは年を取らねばならぬ思いを一人語る。彼女は、それが悲しいけれども受け入れなければならない、現実であるという定年を持つが、実感としてはまだ諦めきれない、複雑な気持ちである。 そこへ自分の服に着替えたオクタビアンがさそうとやってくる。彼は元帥夫人が悲しそうな様子なので元気づけようとするが、心乱れた夫人から、いずれ自分が夫人の元を去ることになるだろうと言われて憤慨し、いつまでも自分はあなたと共にあるのだと情熱的に語る。しかし、夫人が考えを改めないので不安になり、彼女を問い詰めるが、彼女は動じない。 夫人は、午後の再会を約束して、彼を去らせる。彼を傷つけたことを悔いた夫人は、部屋を去るオクタビアンと別れのキスもしなかったと気づいて、メシ使いに呼びにやらせる。しかし、オクタビアンはすでに馬で駆け去っていたという報告を聞き、再び一人者思いに沈む。第一幕から数日後、ウィーン市内のファニナル家の客間、バラの騎士と婚約者オックスが初めて訪ねてくる。 当日の朝、婚約者となる、ゾフィー当人ばかりか、父親のファニナルも落ち着かずそわそわとしている。ゾフィーは落ち着くために神に祈っている。バラの騎士到着より先に婚約者を迎えに行かねば、ならないファニナルが出発すると、ほどなく、外が騒がしくなり、ロフラーの白爵の到着を告げる。死者の行列に導かれて、純白の衣装に身を包んだオクタビアンが登場する。 緊張した彼は銀のバラをゾフィーに手渡し、工場を述べるとゾフィーもぎこちなく返礼を述べる銀のバラの検定の場面。儀式が終わるとようやく打ち解けたゾフィーはいろいろと語り始める。それを見ていたオクタビアンは自分の心に湧き起こった不思議な感情を抑えられない。彼は一目見ただけでゾフィーを恋してしまったことを知る。 緊張の溶けた二人が語らいを続けていると、そこに、オックス男爵が従者と共に登場する。しかし、オックスの無作法な振る舞いにゾフィーは驚き、オクタビアンも脇で憤慨する。ファニナルがオックスを別室に案内すると、他の人も一緒に突き従って去るが、ゾフィーとオクタビアンは残る。デルフィエナウ家の従者が酒に酔って、ファニナル家の女中たちを追い回す騒ぎが、聞こ。 ファニナルケの家来が皆その場を去る。二人きりになったため、ゾフィーはオクタビアンに助けを求め、彼は応じて二人のために守ると宣言するので、ゾフィーは感激し、二人は抱き合う。そこへ、第一幕で、オックス男爵の手下となったバルザッキとアンニーナが、現れ、二人を引き離し大声を出して、オックス男爵を呼ぶ。オックスが登場すると、 彼と口を聞くのも嫌なゾフィーに代わってオクタビアンが、ゾフィーの気持ちを伝えようとするが、オックスは彼を小馬鹿にして取り合わない。ついにゾフィーがオックスとは結婚しないと宣言するが、オックスは無視して、彼女を連れ出そうとするので、オクタビアンは剣に手をかける。オックスは家来を呼ぶが、オクタビアンが剣を抜くので彼らはだらしなく引き下がる。ついにオックスも、剣を抜いて汚染するが、あっさり肘をつかれて、 悲鳴を上げる。オクタビアンを遠巻きにして、言葉だけは、威勢の良い、デルフィエナウケの召使いは騒いでいるところに、ファニナルが登場し、怒ったことに仰転する。医者が、オックスの治療に取りかかる。オクタビアンが騒ぎを浴びて退場し、ゾフィーは父親に男爵との結婚を取りやめる。よう懇願するがファニナルは、聞き入れず彼女を叱責する。彼はゾフィーを去らせると、 手当ての終わったオックスにわびて酒を振る舞う。落ち着きを取り戻した男爵は酔った勢いで、鼻歌交じりである。そこに、アンニーナが登場し、オックス宛ての手紙を持ってくる。男爵がそれを読ませると、それは、マリアンデルから会いたいという手紙である。当然、オクタビアンの計略だが、そうとは知らない男爵はすっかり有頂点になり、ワルツに乗せて歌う。 謝礼を求めるアンニーナを無視するので失望した彼女は怒ってその場を去る。そんなことは全く気にせず一人、私がいなけりゃ毎日寂しい。私がいれば夜も短いと歌いつつ、オックス男爵が退場するところで幕が降りる。第二幕と同日夕刻のウィーンの居酒屋の部屋。幕が上がると怪しげない居酒屋の一室で食事の準備が行われている。オックスを軽略にかけるべく、 店員に準備をさせているのはケチなオックスに見切りをつけて、オクタビアン側に寝返ったバルツッキとアンニーナである。食事の支度だけではなく、オックスを驚かせる仕掛けが準備されている。やがて、マリアンデルに扮したオクタビアンが登場する。手はずが整ったことに満足して二人に財布を渡し、その場を去る、この間、オーケストラ演奏だけによるパントマイムで進行する。ほどなく、 オックス男爵とマリアンデルが登場する。オックスは天使たちを晒らせ、マリアンデルをくどき始めるが、彼女は純朴な田舎娘の芝居をしつつはぐらかす。やがて、先ほどの仕掛けが働き始め、オックスは驚き混乱。マリアンデルも驚いてみせる。そこへ、アンニーナが登場して、オックスを自分の夫だと告げ大勢の子供が、パパ、パパと叫んでオックスにまとわりつくので、 オックスは怒って、大声で通りの警察官を呼ぶ。警察官の質問に対しオックスは、自分の身分を告げ、マリアンデルをファニナルの娘で、自分の婚約者だと返する。そこへ、オクタビアンが、オックスの名で呼んだファニナルが登場する。彼は、警察官にマリアンデルのことを問われ、驚愕して、自分の娘であることを否認する。騒ぎを聞きつけて集まった矢馬が、これはスキャンダルだ。 とお騒ぎしているところに、突如元水夫人が到着する。彼女がやってくることは、オクタビアンの計画にはなかったので当惑する、オクタビアン。さらに、ゾフィーまでもそこに現れ、状況を見て驚き呆れる。彼女は、気分が悪くなった父親を連れて別室に去る。元水夫人が、オックスの身分を保証するので警官は去る。ゾフィーが戻ってきて、 現れた父の言葉として二度と自分の前に現れないようオックス逃げるので、オックスは憤慨する。玄水夫人はオクタビアンに紛争を解いて出てくるように言う。オックスは驚き、ここでようやくオクタビアンとマリアンデルが同一人物であることを悟る。同時に、先日の朝マリアンデル、すなわちオクタビアンが玄水夫人の寝室にいた事情も察する。ゾフィーも三人のやりとりで、 オクタビアンと元水夫人の関係に気づいて呆然とする。元水夫人はオックスにすべては終わったと告げ、退場を命ずる。はじめは納得せず、ぶったオックスも負けを認め、その場を去ろうとする。そこへ、宿屋の主人が感情書きを突きつけ、アンニーナに連れられた子供たちが、再び登場して、オックスを追いかけるので、彼は従者を連れて、そこを逃げ出す。宿屋の主人や、 アンニーナたちが彼を追いかけて全員去り、舞台には玄水夫人とオクタビアン、それに、ゾフィーの三人だけが残る。元水夫人は先日予期した時が、思いのほか早くやってきたことを悲しみつつ、若い二人を祝福する気持ちで、オクタビアンを、ゾフィーの元に行かせる。自分の気持ちにまだ戸惑いながらも、元水夫人に感謝してオクタビアンがゾフィーに近づき、当惑する彼女に思いを告げる。 ゾフィーがまだ事態を受け入れかねているので、元帥夫人は彼女に優しく、オクタビアンと共に家に帰るよう悟す。最初はぎこちなく拒否していた、ゾフィーも、オクタビアンの求愛を受け入れる。複雑な心境を三人それぞれが歌う、終幕の見え章。元帥夫人はそっと去る。それには気づかず二人が抱き合って、夢ではないかと語り合う。夫人がファニナルを伴って、再登場し、 ファニナルは納得して、夫人と共に去る。幸福感に満たされた。若い二人は今ひとたび短い二重章を歌って、退場する。二人が去った後軽妙な音楽に乗って、元帥夫人の黒人五章が現れ、ゾフィーの落としたハンカチを見つけて駆け去ると幕が降りる。モーツァルト風のオペラを目指したこともあり、おおむね三冠編成のオーケストラは、随所でシュトラウスならではの感動的。 色彩的な部分もあるものの、比較的軽妙で透明な音色を主体としている。その意味では、モーツァルトのオペラブッファを意識したかのような作りである。物語の舞台となったウィーン名物のウィンナー・ワルツがあちこち登場しているのは、作品の時代とは合わないとして一部の批評家からの指摘を受けたが、聴衆からは好評であった。オックス男爵のワルツはしばしば独立して演奏されることがある。 第一幕の幕が開く前に演奏される。元帥夫人とオクタビアンが過ごした人よを描くとされる、短い導入曲で、オクタビアンを表す若々しく、情熱的な動機や、それに応えて、元帥夫人を表す柔和な音楽が奏されるうちに、幕が開く。第一幕で一人になった、元帥夫人の独白である。夫人は、修道院を出てきたばかりの若い自分は、 どこへ行ったのかと問い、また避けられない老いの予感に心を痛めるが、時の移ろいは誰にも避けられないものであることを悟り、いつかはオクタビアンが去ることを予言する。減水婦人を演ずる歌手の重要な聞かせどころの一つで、リサイタルで独立して演奏されることもある。第二幕で、オクタビアンがゾフィーに、婚約の印である、ペルシャさんの行為を垂らした銀のバラの増加を渡す。 場面の音楽である。ハープやチェレスタに彩られて、弱音き付きの弦楽器が木管が奏でる美で、繊細な色彩感を持った音楽に乗って、婚約申し込みの向上が述べられる。その後には打ち解けた二人の二重唱が続くが、結婚の喜びを歌い上げるゾフィーと、彼女に惹かれて、恋心を抱き始めたオクタビアンがそれぞれ歌う、音楽には微妙なズレがある。第二幕後半で、 オクタビアンに腕を傷つけられた、オックス男爵が、ファニナルの勧める酒を飲んで機嫌を直して歌う場面の音楽。通称、バラの騎士のワルツで知られるが、ヨーゼフ・シュトラウスのワルツ、ディナミーデンをもとにした作品である。なお、シュトラウスはこの、バラの騎士のワルツについて、あのウィンの陽気な天才、ヨハン・シュトラウスにせよ思い浮かべずして作曲するなど、あり得ただろうかと語っている。 第3幕冒頭で、マリアンデル名義で、オックス男爵をおびき出し、一杯食わせようという、オクタビアンの作戦を実行するため、宿屋で準備を行う場面でそうされる。歌唱、セリフなしのパントマイムで進行する。警戒、快活な曲奏である。バラの騎士の見栄章として知られる名場面。それぞれが、自分の思いを独白で歌う見栄章である。 オクタビアンは一目惚れしたゾフィーに夢中だが、先日まで愛し合っていた原水夫人にも未練があり、ひどく混乱している。ゾフィーはオックスに裏切られ、自分を救ってくれると信じたオクタビアンが、格上の原水夫人と愛人関係にあることを追って傷ついている。オクタビアンを繋ぎ止めることもできたはずの原水夫人で、あるが潔く若い二人を祝福し、身を引く決意をする。 コーフマンスタールはシュトラウスに手紙を送り、この場面で、玄水夫人がゾフィーに見劣りするような音楽を書いては、ならないと注意を呼びかけている。若いオクタビアンの気持ちとしてはゾフィーに夢中であることを、表しつつ、彼女よりも、魅力的な玄水夫人が、あえて身を引くことを音楽でも、示すように、との趣旨である。今日、この場面は、ゾフィー役ではなく、 原水婦人役の歌手にとっての聞かせどころの一つとみなされていることから、シュトラウスは台本作者の要求に見事に応えたのだと考えている。シュトラウスにとっても愛着のある曲であり、遺言により彼の葬儀で演奏された式はゲオルク・ショルティ。便辺議上ワルツ第一番と称されているもの、TRV227C は1944年にシュトラウスが 第一幕と第二幕の素材から編纂したワルツである。同じく、ワルツ第2番と称されている、第3幕の素材を編纂したもの、TRV227A は、それより10年前の1934年に成立したと言われている、編曲者の名は伝わっていない。組曲は、全曲から選んだ場面を再構成して1945年に出版されたもの、 TRV227D、初演直後に、南部跡、南部と、この名は、ペンネームであり、実際は、タウブマン、オットー・トーブマン編と伝えられているが、編纂した、ものなどがある。指揮者のアルトゥール・ロジンスキ編と伝えられ、シュトラウスの関与の程度など、誠実事情は定かでない。現在広く演奏される百四十五年の、組曲は、実際には、音楽の切れ目がなく、 いわば全曲を公共紙に編み直したような構成となっている。その他、1926年にサイレント映画の伴奏音楽用にシュトラウス自身が編曲した映画音楽バラ抜き詞 TRV227 ビットもある自作自演の音盤あり。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。